おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。柔らか鶏天です。今日はね、鶏胸肉で柔らかい鶏天をね作るよ。胸肉はそぎ切りです。でさ、最後の方はちょっと厚みがあるから、こうなんていうの、ピッて切り開いて厚みを均等にする。そしたらね、下味をつけます。分量はこれです。これはね、下味にお酢を使ってるから、鶏胸肉でもねしっとり柔らかくなるよ。これをしっかり揉み込むよ。そしたらね、副菜のこれ、きゅうりを気持ちね厚めに切ってる。人参は薄切りです。ウインナーに切り込みを入れて、そしたらね、カニカマは4等分に切って、包丁の腹でさ、ほぐすよ。そしたら天候を合わせます。分量はこれです。でね、しっかりもう混ぜて溶いとく。だし巻き卵の準備です。今日はめっちゃ久しぶりじゃなかったかな。多分カニカマとネギにしたんだ。すごい久しぶりな気がする。そしてね、昨日、その前か、おととい入ってきたハエ。まだね、お家にいるの。あのね、退治しようと思ってもさ、私の動きよりハエの動きの方が早いから、逃げられちゃう。そしてね、昨日もね、日がない一日雨だったから、ほら、窓を開けれないでしょう。だからね、お家の中にいてね、ブンブン飛んでんの。で、耳のそばとかを飛んだり、頭の旗を飛んだりするから、イラ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 ってしちゃう。で、今日はもうね、1週間以上ぶりかな。少しだけね、太陽が見れて嬉しいです。そして、またセミの鳴き声もほら、雨の日やセミたちもさ、どこにいたのか知らんけど、おとなしかったんだけど、今日はね、久しぶりに聞きました。まあでもね、このお天気もなんか、携帯のさ、ね、何あれ、ね、天気予報か。あれではね、午後からは雨マークが出てるからね、つかの間の晴れ間なのかな。でもほんと、久しぶりに日が照ってなんか、嬉しい気持ち。ね、やっぱさ、天気一つでさ、あの、気分がズーンってなったりさ、するよね。私ね、ほんと雨は苦手です。苦手ですって。よかった、でも、少しの間だけでもお日様が見れて、やっぱりお日様をたまには見らんないけんかなりそうよ。これで卵液が最後だね。あ、セミもね、今もね、ミン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 って鳴いてるけど、どこにいたんだろうね。雨の日はな、ほらやっぱさ、鳴いてなかったもん。この多分ね、セミさんたちもね、久しぶりの晴れに喜んでると思う。これで、だし巻き卵の出来上がりです。そしたらウインナーを焼くよ。
てごま油を熱します。たらね、きゅうりと人参を炒めるよ。で、分量はこれです。この炒めたきゅうりもさ、ポリッと食感で美味しいのよね。これを炒め合わせて、きゅうりと人参の塩きんぴらの出来上がりです。で、鶏天を揚げるよ。なんも考えんでさ、横さえ入れたらね、フライパンに入りきれなかったから左手でピッピッて寄せてさ右手はほら天候がついてるから。これね、180度で片面1分半揚げてます。で、裏返して、あとね、1分半揚げるよ。今日はなんか知らんけど、いつもより盛大に油が跳ねまくりましたこれでね、柔らか鶏天の出来上がり。詰めます。大葉で仕切って、ご飯は傾斜をつけてる。そしたらね、鶏天を立てかける感じで詰めるよ。そしたらね、もう一回大葉をちょこんと仕切りに使って、だし巻き卵は底上げをして詰めます。カップを敷いて、ここにね、きんぴらを詰めるよ。今さ、この透明カップがあそこセリアにも売ってるね。私昔はさ、セリアとか百均とかそこ帯のお店に売ってなかったから、アマゾンでね、業務用の500枚をね買ってましたけど、今セリアにも売ってる。で、ウインナーを真ん中に詰めて、そしてね、あれ、ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね、昆布の佃煮です。これね、北海道産の昆布でね、めちゃね柔らかくて美味しかったで、梅干しもちょこんと乗っけて出来上がりです。今日はね、鶏天のお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。